タフでスター性がありプロレス界の顔だと思ってますね。一番はタフだと思いますね。いろんな防衛戦見てきましたけど、いろんな技を受けても最終的に勝っちゃうんで、体は強いなって思いましたね。あと運動神経もいいじゃないですか。まあ、一番好きだからですよね。で、小学校の時に新日本プロレス見て衝撃受けたんですよね。こんな面白い、なんだこれと思って最初。誰？蝶野さん対越中さんの試合ですね、うん、でセコンドとか手出すし、なんだこの試合はと思って、でその日の夜に兄貴がプロレスゲームを買ってきて、何買ってきた？闘魂ロード2、長州力引退試合記念版みたいな、そのゲームにハマっちゃって、そっから橋本さんですかね。じゃあその試合見ててもゲームでも憧れてたスタイルっていうのは橋本慎也だったんですか？いや、憧れてはいないですね。でも好きでしたね。憧れていたのは武藤さんですね。でも橋本さんとか蝶野さんもファンでしたね。三十四ファンでしたね。なんかエレガントなレスラーですね。上品なレスラーというか、新日本プロレス来てからちょっと変わったかもしれないですね。その上品なレスラーいいなと思って、その自分がコールドスカルになってから変わりましたね。一番欲しいのは IWGP のヘビーのベルトですね。悪い言い方をすると利用させてもらうみたいな感じですよね。選手個人が価値を高めていくものなんですけども、 IWGP のヘビーのベルトっていうのは誰もが知ってるベルトで、今はもうなかなか挑戦もできない状況で、そういう、まあ、一番輝いて見えたベルトなんで、そのベルトを巻くことによって、まあ、一番嫌なのが自分がいなくたって正直プロレス界って成り立っていくと思うんですよ。それがすごい嫌で、真田がいたから良かったとか言われるようになりたいですね。あんまり悔しくなかったですね。正直に言うと、自分の想定内以下の試合をしちゃったんで、だから悔しくなかったですね。で、自分が出せなかった想定内以上か、もしくは想定内まで達せなかった自分に悔しかったですね。去年の G1 で思うような結果が出ず、で内藤が G1 優勝して、で10月の IWGP イービルが挑戦して、自分の予想では内藤対イービルで、はい、自分の理想では1月4日東京ドームで内藤対イービルで、自分の理想ではその勝者と戦いたかった、まあ、戦うと決めてたと、が全部岡田が勝って覆しました。そのイービル内藤を倒した岡田だからこそ戦いたいし倒しがいがあると思いました。